ガネーシャ人英雄、アルジュナの石像バリヒンドゥーは、バリ土着の信仰と、インド仏教やヒンドゥー教が集合した信仰体系であり、バリの人々の90%以上がこれに従った生活を送っている。バリ島では、クディリアサの支配下に入った11世紀初め頃から、ヒンドゥージャワ文化の影響が及び始め、その後しばらく、ジャワの支配を離れるが、 マジャパヒト王国がバリを征服した1343年以後、16世紀初めに、ジャワのイスラム化によって、同王国が滅亡するまでに、ヒンドゥー化が広く浸透した。マジャパヒト王国滅亡時に、ジャワの貴族や僧侶が退去して、バリに亡命したためであり、現在のバリ人の大半は、マジャパヒト王国民の末裔であると自負している。これ以降、二十世紀初頭に、 オランダによって植民地化されるまで、バリは独自の歴史を歩み続け、バリヒンドゥーの宇宙論を発展させた。バリヒンドゥーには様々な神が存在するが、インドネシア共和国独立後は、建国語原則パンチャーシラの一つにある、唯一神の信仰に従って、そうした神々は、唯一神三百美での様々な現れに過ぎないと、公式解釈されるようになっている。 バリーヒンドゥーのカーストは、次の4つのワンサに分かれており、上から3つが、トリワンサと呼ばれる。人口の90%以上はスードラに属する。バリの人々の名の頭には、カーストによって、以下の名称が付される。バリーヒンドゥーのカーストは、インドヒンドゥーのような厳しい戒律による差別は見られず、非常に緩やかなシステムである。いわゆる不可食先民も存在しない。 人々の生活レベルでバリヒンドゥの信仰体系を作り支えているのがデサ・バンジャールと呼ばれる地域組織である。デサはカヤンガンティガと呼ばれる三位一体の寺院を中心として形成される村である。カヤンガンティガを構成する寺院のうちプラバレア軍とプラプセイは村の山側に位置しており、プラダルムは海側にあり、プラダルムは多くの場合、墓地と共にある。 バリの人々にとって、カジャは聖なる場所であり、クロットは穢れた場所であるから、寺院の配置もそれに従ったものになっている。デサは土地と密接に結びついた共同体であり、その聖院は区議や寺院祭礼を通して、デサの領域を宇宙の安定のために正常に保つ責任を負っている。バンジャールはデサ内での共同居住を原則とする地域単位である。 デザ単位のものを含むすべての儀礼の準備は、バンジャールの生員が共同労働で行うため、バンジャールのメンバーシップなしには、バリ人は生きていけない。バリのカースト性は、インドのように厳格なものとは言えないとはいえ、最高司祭プダンダはブラフマナ出身者に限られている。これに対して、ヒブラフマナの宗教司祭は、プマンクーと呼ばれ、その権威、権能も限られている。 観光客がしばしば目にする葬式や祭りなどの祭礼とは別に普段だが、プダンダが毎朝の義務として行っているのが、スーリや聖花である。この太陽とは、芝の現れとしての太陽である。マントラとムドラーが中心となっており、その本質は、自分自身が芝と同一化することで、自己浄化を行うことにある。また、プダンダの儀礼は、聖水を作り出すという点で、 プダンダ以外の人々にとっても重要な意味を有している。葬式などの儀式では常にこの清水が必要とされるからである。なお、プダンダはこれらの儀式の際には清水を与えるだけで他の役割を果たすことはない。プマンクーの儀式は丸覚えのサンスクリットのマントラを唱えながら花などを神に捧げるという単純なものである。マントラの内容はおおよそ の七つの要素から成り立っている。芝は同時に、仏だとしても捉えられて、ナム仏だ、ナム芝などといった要素が繰り返し現れるが、全体の構成は、明白に芝教のものである。バリに見られる、様々な儀礼は5つのカテゴリーに分類され、これを、パンチャ、ヤドニャという。ただし実際には、この区分は曖昧で、 パンチャやドニャの分類は儀式の焦点がどこに向けられているのかを示すものに過ぎない。どの儀式においても、バリーヒンドゥーのコスモロジーの根底をなす二元性の維持に、まなざしが注がれており、排他的に一つの対象にだけ肉義がなされているわけではないからである。第一の豚やドニャは、払い、浄化の儀式である。豚は悪霊を意味し、 チャルと呼ばれる供物がこの地下世界の悪霊に捧げられ、土地の浄化が行われる。第2のマヌサやドニャは通過儀礼である。バリー劇で出生時、生後12日、42日、3ヶ月後や210日後の最初の誕生日、また結婚前には作破儀礼が行われる。第3のピトラやドニャは死に関する儀礼である。ただし、 一般には葬儀のみで終わることも多い。第四のではヤドニャは神々に対してなされる儀礼である。ウクレキ内シバリ風に変化したサカレキの一年に一度、寺院祭礼が行われ、寺に祀られている神や祖霊人が降臨する。また、寺院祭礼の他にも神々や祖霊人を祀る儀礼としてガルンガン、クニンガンがある。第五のルシアドニャは祭祀になるための通過儀礼である。 プダンダになるための儀礼を、無理草、プマンクーになるための儀礼や、その他の加入儀礼を、ムーンティンと呼ぶ。ありがとうございます。